各証印賞とは、源氏物語の注釈書。1571年の成立。各証印なる人物によって表されたとされるためこの名称で呼ばれる。全25巻。三条西金枝の公釈の記録した、源氏物語聞き書きの一つであり、源氏物語聞き書きと題された伝本も存在する。各証印は、もともとは、大覚寺の達中のことであり、 その種の陰謀のことでもある。核昇院と称した人物は、室町時代から江戸時代にかけて多くの資料に現れていることから、おそらく一人の人物ではなく何代かにわたって使用された名称であると考えられる。この核昇院章を表した核昇院は、しばしば、サネ後期に登場し、三条西サネと、源氏物語などについて、 議論を交わしている人物であると考えられており、この時期、関路寺傍聴の子、良介、傍聴の子、関路寺親町の子、両厚氏及び長新、親町の子である、関路寺元長の子自称などを関路寺家の者が、各商院と関わる形で僧侶となっているため、この中の誰かが、この、各商院ではないかと考えられている。この各商院賞は、切立つ巻について、抗原氏名の身跡に、 キリツボ巻きを書と見栄たりと、また母木木巻について、この物語はスマあかの後にこの母木木巻きを書と見えたりと、それまでは近代になって、初めて唱えられ始めたと考えられていた、キリツボ観光季節や母木巻き、季節を現氏物語の起こり等に記されていた、スマ観期筆節と関連した形ではあるものの、それらより、はるかに前の時代に記録していることでも、 注目されている。本書の伝本は大きく、初期候本系グループ、通行本グループ、増語本グループに分かれる。それぞれのグループの中でも、写本ごとに少なくない際がある。北二文庫所蔵本の本国実践女子、大学文芸資料研究所蔵三上に敷け、旧蔵本の本国。ありがとうございます。